出たい。風に乗ったろ。よし。めっちゃいい感じ。めっちゃいい感じ。めっちゃいい感じ。チャイニー。私昨日めっちゃホワイト。そう。ランボンウェイトしよう。ランボン。ランボンウェイトしよう。ランボン。ランボン。ランボンウェイト。ゴマスリ。ゴマスリウェイト。いくぞ。いくぞ。いくよ。はい。オッケー。また？大丈夫？もっともっと。バヒート、バヒート、バヒート。バヒートはなんだ、バヒート。どうぞ。これなんだ、バヒート。あすごい。お互い高め合ってる。あれ、ほら、バヒートは。バヒートヘッド。大丈夫ですか？次は。サイドスキップ。サイドシャッフ。サイドシャッフ。早くね。ラスト、はい、10m やろ、 10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 、
ちょっと練習しよう。ダッシュね。ダッシュ何？あらららら。楽しくなってきちゃった。やばい。イコールね。いい感じじゃん。三人一、あなた一個。何しやろ。25分。ご利用できるすみません、忙しいところ。お願いします。セーブつきましたね、今年。はい、よかったです。去年からですよね。そうですね、去年の最初から。どういう曲なんですか。あれなんかメジャーの抑えのディアス選手が使ってて、メッツの、はい、ドリンディアス、そうです。でかっこいいなと思ってたんですけど、
自分はそれする勇気なかったんですよ。新井さんと黒田さんがかっこいいからどう、はい、去年言ってくださって、まあその新井さんと黒田さん言ってくれたんで、ぜひ使ってみようと思って去年から使うようにしました。何かこう海外の DJ さんたちの盛り上がる曲っていうことですよね。そうですね。まるで松田のスタジアムのファンも同じようにこうラッパだったり盛り上がってくれたら最高ですよね。そうですね。この間もすごい手拍子してくれましたし、スラリとかがラッパ持ってくれたりだとか、ファンの皆さんが自分たちで作ってくれたラッパとか持ってきてくださったりとかしてたんで、すごい嬉しいですけど、その分プレッシャーも感じてるんで、なんとか1年間その曲でマウンド上がれるようにしたいなと思ってます。はい、1年間よろしくお願いします。はい、お願いします。毎日俺がでも玄関くらいで、目的としては、下半身のパワー、上半身のパワーを向上させる目的を持ってやってます。で、投げるときに下半身からの連動性で上半身に力を伝えることがうまくできない選手はやっぱりボールが高く飛ばないですし、まあ、そもそもパワー低い選手はボールが飛ばないような形になってます。なるほど、ありがとうございます。はい、ちょっと噛んだよな。